ジュジュ、レッツだ。今日やることは至ってシンプル。ただちょっと頭がおかしいことをやります。っていうのも、水1リットル飲みます。体重1キロ増えますよね。ご飯1キロ食べますね。体重測ったらね、1キロ増えますよね。増えんのか本当にとね。水1リットル飲んで体重計乗りました。お、1キロ増えてる。なんのかとね。ご飯1キロ食べました。体重計乗ります。1キロ増えてます。なんのかと。ご飯1キロの方が重そうじゃないですか。そこを実験していきたい。だから多分僕の予想では、水1リットル飲みます。多分体重1キロ増えません。逆にご飯1キロ食べます。1キロ以上増えるんじゃねえかと思いまして、今日は僕のね、アホな好奇心、分かってるんですよ。頭ではね、頭では分かってる。それ1キロ増えるよ。だって1キロ食べてるし、1キロ飲んでるんだから。でも僕ダイエットしてるんですよ。1キロ減らそう、2キロ減らそうと思ったら結構大変なんですよ。1週間、2週間ぐらいかかるんですよ。それをなんか体重測る前にバーって食ったら増えます。簡単に2キロ増えます。簡単に2キロ落ちます。なわけあるか。そうでね、はい、そう思ったので今日はそれやっていきたいと思います。まあね、こうやって説明してもちょっと分かりにくいと思いますので、もうじゃじゃやっていきます。それではやっていきます。はい、まずじゃあ測定前の体重ですね、測っていきます。ここから増えていきますので、ね、65.2。はい、全く同じ格好で測りますんでね、お願いします。はい、じゃあまず400からいきますね。はい、それじゃあ、はい、406g 飲みます。2杯目、414g 飲みます。ジュースの方が絶対にいい。カーツ。3杯目最後、180ですね。はい、見にくい。 180.2、 残り飲み切ります。では体重測っていきます。はい、まず水飲み終えてから体重測っていきます。1キロ増えてるんでしょうか。当たり前だよ。1キロ飲んだら1キロ増える。当たり前だよ。そりゃそうだよ。だって1キロのも体に入ったんだから。当たり前だよ。もも肉、ぶつ切り一口だ。焼き色つくまで、しっかり火を通す。焼き色ついたら、寄せて玉ねぎを入れる。玉ねぎに鶏肉の油を吸わす。玉ねぎが飴色になり、焦げ目がついたら、水を入れる。水が入ったら、コンソメキュール2つ。蜂蜜を入れる。そして最後に火を止め、ルーを入れる。ルーが溶ければ完成。それではじゃあご飯入れていきますね。今日はね、1キロ何食べるのかね、分かってると思うんですけど、カレーです。482、ジャスト1キロ食べます。1キロカレー食べていきます。完璧。絶対に1キロ増えてるもんね。当たり前なんだよね。1キロ食べてんだ。1キロ飲んだら1キロ増えてたし、気づくな。
ごちそうさまでした。完食しました。1キロカレー食べたんで体重計早速乗っていきたいと思います。はい、じゃあ食後測っていきます。一応なんですけど、トイレ行ってませんし水も飲んでません。あのだから純粋1キロだけしか食べてないので、はい、どうなるか。ドン。結果 67.2 と、初めが 65.2 だったんで、まあ、2キロ、まあ、水1キロ、ご飯1キロ。そらそうだよ、わかる。そらそうなんだよ、当たり前。だって1キロ飲んで1キロ食べたんだ。お腹の中に1キロ、1キロいるんだ、2キロいるんだ、当たり前だ。というわけでね、皆さんね、ダイエットとかしてて1キロ増えちゃったとかね、ちょっと食べ過ぎちゃって2キロ増えちゃったあると思いますが、ね、意外とね、水飲んだだけで増えたりするので、そこまで落ち込まないようにして、今後もダイエット頑張っていきましょう。今日の動画はここまで。それではまた。